ディズニーツイステッド・ワンダーランドはアニプレックスとウォルト・ディズニー・ジャパンが制作した日本のモバイルゲーム。略称はツイステ。2021年10月にはアニメ化計画が発表された。ディズニープラスでの全世界独占配信を予定している。ディズニーツイステッド・ワンダーランドはリズムゲームとバトルの要素を備えたヴィランズ学園アドベンチャーゲームと説明されている。 バトルパートで使うキャラクター以下のステータスがある。ガチャですでに所持しているカードが出るか、覚醒の香水を使用することでレベル上限を引き上げる限界突破を行うことができる。また、グルービー化を行うことでステータスが底上げされ、SR 以上のカードはイラストが変化する。グルービー化にはそのキャラクターに対応するキャンディ一定のカードレベル規定された。 パーソナルストーリーのクリアが求められる。キャラクターが授業を受ける。以下の3種類の授業があり、どれを受けるかで変動するステータスや獲得できるアイテムが変わる。以下の3つのパートからなる。期間限定で挑戦できるコンテンツ。5枚のカードを駆使してバトルを行う。1回のバトルごとに試験メダルと魔法強化素材を入手できる。期間終了時にランクに応じた。 試験メダルとマドルを獲得できる。1バトルにつき 1BP を消費する。まとめて 5BP 消費すれば報酬が5倍になる。試験で登場する敵キャラは、全属性試験を除き一つの属性しか使ってこない。また、フレンドのサポートカードも使えないため、すべて自分で育成したカードで挑戦する必要がある。試験には、イージー、ノーマルハードの3段階のランクがある。 難易度が高くなると敵が強くなるが、クリア時の獲得スコアも増えていく。さらに特殊な試験として、NRC 統一試験がある。通常の試験とは違って、BP やその他のアイテムを消費せず、フレンドのサポートカードも使える代わりに、1日10回までしか挑戦できない。挑戦すると、クローリーメダルを獲得できる。リリース時に、約150万人のプレイヤーが、 事前登録を行った。闇の鏡に魔法師としての資質を見出された者たちが集められたツイステッドワンダーランド切手の魔法師養成学校。所在地は賢者の島と呼ばれる偏僻な場所となっている。交渉はマジカルペンを首から下げ両足に一つずつ鍵を持った大きなカラス。全寮制の男子校であり生徒のみならず、 教師も関係者もすべて男性で構成されている模様。学年は4年生、1学年につき、約200人在籍。生徒や教師の大半がディズニー・ビランズやその手下が元ネタとなり、生徒はディズニー・プリンセス等も要素として含まれたキャラクターとなっている。選ばれた人間の元には黒い馬車が現れ、式典服に着替えさせられた状態で馬車に積まれた。 カンに入れられ、空間定位魔法で学園まで運ばれる。そのカンは、扉と呼ばれ、通常は特殊な鍵で扉を開けられるまで中の生徒は、目を覚まさないのだが、なぜか主人公はグリムが扉をこじ開ける前に目を、覚ましている。なお、扉が、カンの一生なのは、それまでの世界に別れを告げ、新しく生まれ変わるという意味が込められているからであり、迎えが場所なのは、古来より、 特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているからだとクローリーがプロローグで説明している。馬車はその日の夜に学園に到着し、勘桶から出された後はそのまま入学式が開始される。新流星は7つあるうちのどのように入るかを決めるために闇の鏡に魂の形を見定められ、それに適した閣僚に振り分けられる。 制服は上半身は金色に縁取られた襟の黒ブレザーと白ワイシャツ、閣僚色のベストと下はサイドに金色のラインが入ったスラックス。また手には黒のグローブ。そして左腕には閣僚の紋章及びバイカラーでリボン状の腕章をつける。魔法を使う触媒となる魔法石がはめられたマジカルペンという万年筆が生徒には与えられ、ほとんどの生徒は 胸ポケットに入れている。三年生までは学園で勉強に励んでいるが、四年生になると学外に出て実習などを行い就職などに備える。そのため学園では四年生の先輩を見かけることはなく、それゆえか、寮長や副寮長にも四年生がいない。また、卒業時には盛大なプロムが行われる模様。名門校には違いないのだが、クローリー曰く優秀がゆえに、 プライドが高く和が強く、他者と協力しようという考えを、微人も持たない、個人主義かつ、自己中心的なものばかりが集まっているため、結果として、問題児の創屈と化していると言っても、過言ではない。それゆえに、上記の入学式は毎年何かしらのトラブルが、起こるのが恒例らしく、つ,つがなく終えられたことは一度たりともないとのこと。ハーツ・ラビュル・リョーハートの女王の厳格な精神に、 基づいていてる名前の由来は、ハートメルを意味する、ラビリンス。ハートの女王が定めた全810条からなる、法律が存在しそれに従うのが伝統となっているが、法律の内容はどうも意味のわからないトンチンンなものばかりである。ただしその時の領長によって、厳しさが左右されているらしく、リドルの前の領長はかなり緩かったらしい。領内では、 寮長の気まぐれで誰の誕生日でもない、何でもない日に、ハートの女王が愛したバラのメ路ルを模した庭園を、スカイパーティーを開いている。寮の内装はカラフルであり、家具など一部が歪んだようなデザインになっている。両服は白いジャケットで、胸元の襟が黒と赤のハートになっている。左胸には塗りかけのバラのようなブローチ、腰には木と黒の布を巻き左側に、 ハーツラビュール寮の H のブローチ、そしてその上側にハーツラビュール寮の紋章のブローチをつけている。また中のベストはトランプのスート柄になっており、寮生は赤か黒のものを着用している。寮章はハートの女王のドレスの色である赤と黒の2色に分かれたハートで上部に王冠と白い襟が描かれている。制服は左腕に赤色の腕章を巻き、 ブレザーの下に同じ赤のベストを着用。マジカルペンの魔法石の色赤。インスパイア元となった作品は、不思議の国のアリス。サバナクロウ量百獣の王の不屈の精神に基づいている。名前の由来は、サバンナ、爪を意味する、クロウ。寮生のほとんどが獣人族の生徒となっている。スポーツや格闘技を得意とする生徒が多く、寮の敷地内には、 マジカルシフト用の大きな競技場が備わっている。動物の要素があるため縄張り意識が強く部外者に、対して喧嘩っ早い生徒も多いが、女性を敬う文化のある夕焼けの草原出身者も多い。現在は副領長が不在となっているのだが、レオナによると過去副領長になった者は皆彼に、挑んでは敗北してやめていったらしい。領服は、過食地に、 黒の装飾が入った服に黒いノースリーブジャケットを羽織り、首や腰に黄色いスカーフを巻いている。両性によっては、牙などの装飾品をつけている者も,もいる。両性は、百獣の王をモチーフとした黒い縦紙を持つスカーフェイスのライオン。制服は左腕に黄色と黒の腕章を巻き、ブレザーの下には黄色いベストを着用。マジカルペンの魔法石の色は黄色。 インスパイア元となった作品は、ライオンキング。オクタビネル領海の魔女の慈悲の精神に基づいている。名前の由来は、英語で蜂を意味する、オクタ英語で巻貝を意味する、スネール。両自体が、海の中に存在している。モットーは、自己責任。学園内で、モストロラウンジというカフェを経営しており、その見返りとして、売り上げの10%を学園に上納金として、 渡している。五章のアズールのセリフから文化部に所属している生徒が多いことが判明した。両章は巻貝で紋章の下にはタコの足が紋章の枠上には藤壺がある。制服は左腕に薄い紫と灰色の暗章を巻き、ブレザーの下に薄い紫のベストを着用。両服は黒スーツに両の紋章が描かれた白隅れ色のストールをつけており、 両服に合わせた黒ハットにはストールと同色のリボンが巻かれていて紫色の巻き貝が飾られている。手首のボタンを止めるタイプの白手袋をつけている。両長と両生ではシャツと帽体の色が異なる。マジカルペンの魔法石の色は白。インスパイア元となった作品はリトルマーメイド。スカラビア両砂漠の体験者の熟慮の精神に基づいている。 名前の由来は古代エジプト語でコガネムシを意味するスカラベ、アラビア。砂漠の中に立っておりさながら宮殿のような外装をしている。物置部屋にはカリムが家を出る際に父親から与えられた莫大な金や財宝が保管されていてもはや宝物庫と化している。資料深く知略に優れた生徒が多く在籍している。試験ではオクタビネル料と常に 上位争いしているらしい。また、先読みや先生術などを得意としている生徒が多い。なお、全寮長はカリムの親戚筋にあたる。領賞はタージマハルのような建物にコブラが巻きついている。制服は左腕にエンジと黄色の腕章を巻き、ブレザーの下には暗い赤のベストを着用。両服は金の線が入ったフード付きの黒のノースリーブで赤い。 襟に黒い線が入っているジャケットを着ている。右の二の腕には蛇のアームアクセサリーをつけている。マジカルペンの魔法石の色は濃く深い赤。インスパイア元となった作品はアラジン。ポムフィオーレ領美しき女王の奮隷の精神に基づいている。名前の由来は英語でリンゴ系の果実を意味するポムイタリア語で花を意味するフィオーレ。 学園の歴史の中でも一番古くからある寮。外装は城のような造りとなっており、内装も豪華絢爛毒薬作りを得意とした美しき女王にちなんだ寮だけあり、寮長のビルを筆頭に、美しさに何より重きを置いている生徒や、調合に微細な調整を要求される魔法薬学等に秀出た生徒が多く在籍しており、他にも、 充実を得意とする者もいる様子。談話室には美しき女王が愛用していた椅子のレプリカが置いてあり、またレッスンルームまである。両服は黒いインナーの上に紫の表地と赤い裏地に金色の装飾のされたでやかなガウンを飾り紐とベルトらしきもので留めている。足元は少しヒールのある黒地のブーツに金色の装飾がされており、 ヒール部分の形状や高さは個々によって異なっている模様。制服は左腕に紫と赤の腕章を巻き、ブレザーの下には紫色のベストを着用。両章は探検の刺さったサレコーのようなリンゴで、枠の上部には王冠が装飾されている。マジカルペンの魔法石の色は紫。インスパイア元となった作品は白雪姫。 イグニハイド領使者の国の王の勤勉な精神に基づいている。名前の由来はラテン語で炎を意味するイグニス、ハです。両章は六角形の中に赤い目をしたケルベロス。紋章の上には死者の国の王の頭部をモチーフにした青い炎が描かれている。ケイトにガードが固いと称されるなど、両性はおとなしい性格をしている。 またゲーム内の会話の内容から察するに、イデアほどではないが一人を好む、オタク気質なものが多い模様。オルトによるとゲーム好きが多いらしく、兄が持っていないゲームでも良性に聞けばきっと見つかると、評している。特徴として、魔法エネルギー工学やデジタル系に強い良性が、多い。フェアリー柄の騒動で、サウナのように熱くなっていた環境ではパソコンが壊れる、可能性が出ていた。 制服に青と黒の腕章をしている。マジカルペンの魔法石の色は青。インスパイア元となった作品はヘラクレス。ディアソムニア両ウバラの魔女の高尚な精神に基づいている。名前の由来はスペイン語、イタリア語で悪夢を意味するディアブロ、ディアボロラテン語で夢を意味するソムニア。両章は翼を持つ黒いドラゴンで、枠上部には一体の黒い角が装飾されている。 両の外装は、ポムフィオーレと同様に古城がモチーフとなっているが、こちらは外装も内装も暗く、不気味な雰囲気を醸し出している。両生は、マレウスを筆頭に、魔術全般を得意とする生徒が多い。制服は左腕に、黄緑と黒の腕章を巻き、ブレザーの下には、黄緑色のベストを着用。両服は黒を基調に、裏地や襟、サイドなどに、 黄緑のラインが入っており、位置は異なるものの検証や職所に似た装飾が付いているため一見すると、軍服のようにも見える。同色の角が生えたキャップをかぶっている。マジカルペンの魔法石の色は黄緑。インスパイア元となった作品は、眠れる森の美女。オンボロ領ナイトレイ文ンカレッジ関係者、リドル、トレイの幼馴染のチェーニア、ビルのライバルのネイジュが所属している学校。 校舎のモチーフは、シンデレラ城。校章は向かい合う二頭の白馬と、中央に添えられた剣。制服はどこかクラシックなディズニープリンスの衣装を思わせるデザインとなっている。5章にて、ナイトレイブンカレッジと同じ、賢者の島に存在していることが、明らかになった。レオナやラギーからは、気ザったらしい朝男ばかりのお坊ちゃま学校。校舎も制服もやたらキラキラしてダサいと言われている。 ナイトレイヴンカレッジが主にディズニー・ヴィランズを元ネタとしたキャラクターの集まりなのに対し、こちらはディズニー・プリンセス及びその仲間サイドのキャラクターなどが元ネタとなっている。そのためナイトレイヴンカレッジの面々とは異なり、協調性や思いやりのあるものが多い。血の毛の多いナイトレイヴンカレッジ性からはかなり適質されているが、ロイヤルソード・アカデミー性の方は前述の気質を持つ。 生徒が多いためか、長年のライバル校だからといって突っかかるようなことはなく、むしろ礼儀正しく、友好的。ナイトレイブ文カレッジは、100年もの間マジフトでこの、学校に敗北し続けている因縁があり、ジャックの言っていた、チームの見事な連携プレーが、敗因の一つとして挙げられる。なお、男子校化は明言されていないが、6章時点で登場した生徒は、全員男子である。 ありがとうございます。